私たちの住む世界には一定の法則があります。日が沈むと月が昇り、夜空には星が光り輝いています。地球と惑星は一定の周期を維持しながら回り続けています。水が山の上から下に流れて川となり、川の流れは海へと向かいます。寒い冬が終わると春が来て、野原は花で埋め尽くされます。このように自然の神秘は驚くべきものです。この驚くべき世界を作られた神と人間の間にも霊的な法則が存在します。神はあなたを愛していると同時に驚くべき計画を持っておられます。それではなぜ人々はその神の愛と計画を知らずにいるのでしょうか。人には罪があり、その罪が神と私たちの間を引き離しています。そのため神の愛と計画に気づくことができないのです。本来人は神とつながっていました。しかし人は自分中心の歩みをするようになったので、神との関係が崩れてしまいました。神に対して関心を持たず、自分勝手に生きることを聖書は罪と言っています。罪は人間と神との間に越えることのできない深い溝を作りました。人々は良い行い、哲学、宗教修練など自分たちの力で神に近づこうとします。しかし神との溝を埋められる唯一の道はイエス・キリストだけです。神が贈られたイエス・キリストだけが罪を解決できる唯一の方法です。神は御子であるイエス・キリストをこの世に送り、私たちの罪のために十字架につけられ、罪の代価を払ってくださいました。そしてイエスは聖書の約束通りに復活されました。神が身をもってご自身の愛を示してくださったのです。しかしこれだけでは十分ではありません。私たちは個人的にイエス・キリストを罪からの救い主、主として受け入れる必要があります。その時あなたはあなたへの神の愛と計画を体験することができます。私たちは自分の心にイエス様を招くことでイエス・キリストを受け入れるのです。イエス様が私たちの心の戸を叩いておられます。その声を聞いて戸を開けるなら、イエス・キリストとの関係が始まります。次の図は2つの人生を表しています。イエスが心にいない人生の中心には自分が座っており、イエス・キリストは生活の外にいます。毎日の生活が自我によって方向づけられ、実は不安と不満が続いています。イエスと共に歩む人生では生活の中心にイエス・キリストが座り、自分中心であった生活のすべてをキリストに委ねます。毎日の生活が神と調和しており、心に深い安心と喜びがあります。あなたの今の状態を最もよく表しているのはどちらでしょうか。もし選ぶなら、あなたはどちらの人生が良いでしょうか。あなたも今祈ることによってイエス様を受け入れることができます。祈るとは神に話すことを意味します。神はあなたの心を知っておられるので、あなたがどんな言葉で祈るかよりもどういう心で求めているかを見ておられます。次のように祈ることであなたも今
イエス様を受け入れることができます。このように祈りましょう。イエス様、今私は私が受けるべき罪の裁きをあなたが身代わりとなって十字架で受けてくださったことを聞きました。あなたの愛をありがとうございます。私は今心を開いてあなたを受け入れます。どうぞ私の人生を共に歩んでください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。これはあなたの心を表していますか？もしそうなら今このように祈りましょう。心からこの祈りを捧げたなら、キリストは今あなたの心の中におられ、新しい人生がスタートしました。あなたの罪は許され、永遠の命を受け、神の子となりました。神との交わりの中で成長するためには教会に出席することが重要です。薪は何本もの薪を一緒に燃やせばよく燃えますが、一本だけではすぐに消えてしまいます。クリスチャン同士の関係においても同じことが言えます。神の御言葉である聖書を説いている近くの教会に行き、牧師を訪ねましょう。他のクリスチャンたちと共に教会生活を送ることで、イエス・キリストをもっとよく知り、神が望まれる豊かな人生を送れます。